増本駅は、徳島県徳島市増本町2丁目にある四国旅客鉄道徳島線の駅。全特急列車が停車する。駅番号は B02。戦前には陸軍の基地の最寄り駅として賑わっていたため、中間駅でありながら規模は大きい。1983年春に徳島県内でも先区となる自動券売機を設置したものの、 1985年2月1日、合理化により、自動券売機も撤去の上、無人駅化された。その後、同年4月に、当時の四国総局特有の特殊簡易委託制度に移行し、JR 四国に継承された後も、駅窓口にて乗車券類を引き続き発売していたが、1994年頃、再び自動券売機を設置の後、無人駅となった。 無人かごしばらくは、徳島駅より駅員を派遣して、出卒業務を行うこともあったが、現在は窓口が完全に使用不能にされてしまっている。その後テナントとして、個人経営の焼肉や、コマヤが入居していたが撤退。個人経営の居酒屋、俺も居酒屋が入居していたが撤退。現在は空き店舗である。1日平均乗車人員は、下記の通り。 徳島市西部の中心、徳島大学造本キャンパスを中心とした学生の町でもある。駅の近辺はまとまった商業地域となっている。しかし、最近は郊外型の店舗に押されて、駅付近のスーパーマーケットや映画館の閉鎖が続くなど、少々寂しい状況になっている。しかし、徳島大学病院をはじめとする県内でも、 規模の大きな病院の集中する地帯であることから、平日を中心に相当数の利用者が当駅を利用していると見られる。これも2001年10月のダイヤ改正後の特急列車の前提者につながっていると考えられる。ありがとうございます。